ちなみに以前私もあのメディア文化事業局という、まあ、テレビとか映画とか、あの先生の行事をちょっと責任ある部署にいたんですけども、そこで まあ、あとは前田さんその当時国際にいて、はい、その各国で大川総裁のいわゆる話法話がこうテレビとかラジオとかで流れる、はい、まあ、そういったことも担当されてたんですよね、はい、会いましたもんねアフリカでねいや僕たちはその今井さんが先に入られて、でその後その、まあ、この国でやるとなったらですね、まず一番最初に僕たちみたいなのが入っててですね、3ヶ月ぐらい前から入ってって、例えばアフリカですとウガンダでやった時にはその楽曲を作ろうとかですね、例えばその多くの人たちやっぱりスタジアムに集めますので、一つのイベントとしてどういうところでこうまずあったかくしてですね、やっぱりメインイベントになる前のですね段階をどうするかっていうことを考えて、まあ、その前にもっと言ったらハッピーサイエンスってどういうものなのかっていうのをこう分かってもらうためにですね、3ヶ月前から入って、実はその土地土地で国でですね番組を作ってテレビで流して、でその中でやっぱり今言ってたみたいな、その僕たちがまあ作ってた構成、まあ、どういう番組の構成かって言いますと、大体こういう問題がありますと、でそれをドラマにしてですね、それに対してまあその出演者たちがこうトークするわけですね、こういうのってありますけどハッピーサイエンス的に言ったらどうかっていうので、例えばハッピーサイエンスのメンバーの人がしゃべる、またはその、まあ、支部長、まあ、その都市都市の支部長がいらっしゃるのでその方がしゃべるとかいう感じの、まあ、ゲストを呼んでですね、その例えばドラマをやってくださった方にゲストに来てもらって、それを話しながら最後は総裁先生の、まあ、主のそのご法話を流して、こういうふうにしたら治りますよっていうようなことをやってたらですね、もう特にスリランカでは This is Happy Science って番組やってたんですけども、もう終わるとバンバン電話が鳴るんですよ、支部のもう何百件って、本当にみんなでもう何個も何個も撮ってね、これでこんないい番組見たことないって、もう当時本当に作ってですね、まあ夜の6時からその番組が始まるってなるですね、まあ、最初先生 のオープニング映像からこう出てくるんですけど、そうすると帰ってみたいんだけどもう時間がない時に近くの電気屋とか行ってですね、私とかまあ、七海さんとかうてびさんという人たちとですね3人ぐらいでこう行ってですね、エクスキューズミーじゃないですけど、そういう番組知ってる、 This is Happy Science っていう番組知ってるってこう聞くと、あれすごいいい番組だねって言ってね、その瞬間僕たちはちょっとこうシューッとこう鼻今伸びちゃいけなかった、でもそういうふうに本当知ってるって言ったら知ってるよって言って、実は僕たちが作ってるんだよって言って、って言ってですね、電気屋さんのテレビの前に椅子を並べてくれるんだよ、それでこうやって乗ってね、力道山の頃みたいな、いや本当にそれでこうやって言ったらもう見て、いやって言って、いや頑張ってねとか言って言われて、でもそれぐらい影響を与えれるようなもので、やっぱその人のやっぱり悩み事をやっぱり解消していくっていう番組を、まあ、スリランカでもやったしアフリカでもやったし、まあ、いろんな人たちのそういう悩み事をやっぱりこうクリアにしていくっていうところをやっぱりメインに番組作ってました。今のねお話聞いてて思ったね、その当時はやっぱりまだ教えっていうのを中心に説いてたと思いますよ。なのでまあこういう素晴らしい教えを学ぶね、ことであなたは幸福になりますみたいな教えで、僕もまあ大部分のセミナーそれやってたんですね。でそのスタイルっていうのはちょっと限界を感じたことがあったんですね。でそれはこれは何年だ、一昨年ですかね、トロントですね、トロントでのご住職の、まあ、先駆けで行った時にですね、その当時 そのトロント支部で、まあ、私にこういう題名で話してくださいっていうことをね、振られたのが「Let Miracles Happen」っていうタイトルだったんですよ。まあ奇跡を起こそうっていうね。で奇跡を起こそうっていうのは普通奇跡って起こそうと思って起こるもんじゃないじゃないですか。予想してないことが起きるから奇跡なんですね。で起こそうっていうわけなのでね、そういうタイトルで、まあ、どうしようかなって思って、まあ、一応準備はしてたんですよね。でそしたら実際、まあ、僕の場合ってセミナーの始まる大体普通は30分ぐらい前から人が来始めて、まあ、5分前からわーっと人が落ち寄せるみたいな感じが普通ですよ。でところがそのケースの時はですね、もう1時間前から人が来始めた。やっぱすごい、で奇跡だからね、興味があるから、ね、そうそう、でところが来た人がさ、こう目が見えない人とかね、それからこう歩行器使わないと歩けないとか、そういう類だ。いわゆる飯足ないの類の人がわーっと来ちゃったわけ。
でこれはねちょっとこれどうしたのかなっていうふうに思って、でちょっとねあの考え方を変えないといけないと思って、であの始まる20分ぐらい前にもう一回ちょっと精神統一をし直してですね、どうしましょうかみたいなって言ったんですよ。練り直しですか。練り直しだったのストーリーをね。でその時に降りてきたのはね、とにかくねもう信仰、主に対する信仰を立てようっていう、そういうものだったんですね、だったんですよ。でそれで、あの今までですね、まあ要するに教え中心にやったでしょ。なのであのこれを要するにもうちょっとこういわゆる主に対する信仰を中心に立て直さなきゃいけないっていう、そういうふうに変えたんですよ。でそれどういうふうにしたかっていうとね、あのだいたいタイトルが最初に出て、まあ、皆さんこんにちはって言うじゃないですか。でその後でまず先生のご紹介するわけですよね。で今まではその先生のご紹介はあのこの方はとにかくあの年に数回こういうあの例えば東京ドームとか横浜アリーナっていうあの何万人も人が来るようなところ会場のシーンを映して、こんなにねあのすごい人が来る、こんなにこう日本では尊敬されてる人なんですとかね、あるいはこのあの書籍の今までのあのこう山をこう見せて、あのこんなに本を出してますとかね、あるいはそのギネスブックホルダーですとか、まあこういうでワールドティーチャーと言われてる人なんですよみたいな、そういう紹介してたわけで、だけどもうこれじゃダメだなと思ったんで、まあとにかくねあのこの方はですね、とにかくあのいわゆるまあ地球最大の霊能者なんですと。で三世を見通す力っていうのをねあの持たれた方で、つまり要するにあの悟り開かれたブッダなんですと、うん、で、かつそのこの方の教えっていうのはあらゆる人を救うだけの力がある、つまりこの方は救世主なんですと、で私たちはそう信じてるんですと。なので今日の私の話を信じた人はあの聞いた人は必ずこの方にあのご住職がねこれから1ヶ月後にあるけれども、必ずこの人に出会ってあなたもこの信仰というものの素晴らしさを知ってくださいみたいな、そういう挨拶したわけなんですよ。でそれでそこで私のねちょっと要するに一つの信仰のステージがちょっと変わったと思うんですよね。今井さんご自身のですか。と思いますよ、それやることによって、だからね要するにあのね今までの姿勢っていうのは教えを信じてくださいみたいなでしょ、だけどやっぱり信ずるっていうことがあの主の説かれている教えを信ずるっていうことは主を信ずることだと、うん、教えを信ずるじゃなくてその神を信ずる、仏を信ずるっていうことが、私はこの方を心の底から信じてるんですと。でそれによってこんなに素晴らしい幸福を得られたし、こんなにあのなんていうか自分の人生は変わったんですと。なのであの私の言うことを信じてくださいみたいな、そういうスタンスに変わったんですよ。そこがやっぱすごい大きなね、だからその自分が信ずるっていう、知るっていうレベルがあるじゃないですか。で知るっていうレベルっていうのはまあ知る、文字通り知るわけでしょ。でそれをまず腑に落とすっていうのレベルが次に来て、それを信ずるっていうレベルになった時にやっぱり行動につながるわけですよね。あの知行合一で、陽明学の世界で、でここまでねやっぱりあの信ずるっていうことが腑に落ちないとやっぱり信者として残らないわけですよ、だからあの今までですね、まあ、僕も要するに本当になんていうかあのその自分の信仰っていうのでの伝道の仕方っていうのはすごい変わった瞬間だと思うんですよね。結局その話、その時にあのトロントでどんな話したかっていうと、まあ、私の学生でですねあの要するに、拒食症っていうんですね、あの食べれない摂食障害になった子がいて、その子がですねあの要するにあの霊あのなんていうの幻聴ですごい苦しんでですね、あのまあ声が聞こえる人いるじゃないですか。でそれでものすごいお苦しみだったんですよ。でその方がどうやってその幻聴から脱却したかっていう話をそのセミナーからしたわけね。でそれはね結局ね昇進方法なんですよ。昇進法を、まあ、あの唱えて、でところがその人はその摂食障害になってからすぐに入会してるんですよね、入会してんだけどもそれが何ていうか治らない状態で、まあ、3年ぐらいその病気症状苦しんだわけ、でところがある時にですね3回目ぐらい入退院繰り返してですね、でそれであの退院 してもうこれはもうこんな生活もダメだと思って、なんとか自分を変えたいと思って、
である方、まあ、これ少女の館長さんにですね、私は航空の科学の信者だし少子保護も唱えてるんですけどね、全然そのよくならないんですけどどうしたらいいでしょうかって聞いたってわけ。そしたらその館長はですね、あなたね、それは唱え方が悪いんだと、でまずね、この少子保護っていうのはあなたが本当に自分その主を信じて、で心の底からね、その信じてするとそこにこの天上界からこう偉大な光が望むと、でその光であなたについている悪霊とか悪魔って全部こう退散するんだと、そういう気持ちでその感謝を込めて心を込めて読めと、こういうふうに言ったというわけです。でそれで分かったっていうんで、このついにまあもう一回入院になっちゃったんだけれども、その時は少子保護をですね、なんていうの、許してもらって、でそれでそれをとにかくね、毎日毎日その2時間ずつが読むんだってわけ、心を込めて全編読字をですね、するの全編、これ2時間ぐらい読むんだって。そしたらね、それまで毎日そういうこう幻聴があったのがね、3日に1遍になり5日に1遍になり、だんだんね脱却したってんですよ。でそれで最後なんていうか、そういうものから脱却して、でそれで退院できたんですよね。でそれでそこから少女ボランティアができるようになって、それで少女で HSU ってなるよっていうんで入会して、入学して、そういうことで結局彼女はですね、まあ、そういう状態で入った時は26キロ、26キロ、私の右足ぐらいですよ。そうそう、でね、だからね、そこの階段が登れなかったんだから、お母さんに引いてもらわない、そう、全然っていうかもう体力がなくて、でところがそれが本当にね、もうぐんぐん変わったんですよ。もう体重もどんどん増えてね、で最後ですよ、その人はHSU を卒業生総代で答辞を述べてくれたんですよ、という話をしたわけ。そしてとにかくね、これほどこの少子保護っていうのはすごいパワーなんですと、こういう話をしたら、終わったらバーッと人が駆けつけて、たくさん入会してくれたんですよ。いやいや、今聞いててそうなるわ、今の話だけでもうなんか入会したくなりました。これ最初のだからアフリカの人もやっぱりそういう思い、はい、やっぱ信仰を受け、そう、信じる、このね、だからこのいわゆる主を信ずるってところがね、だから今までその日本の中で、まあ、伝道とかっていうのは進まれて必要ないかなんですけど、まあ、もう一歩いかないっていうところはですね、この信ずるってところなんだよなと思うんだな。まずはそこが、そう、でそれでね、私すごい変わったんですよ、その自分の信仰に対する態度が、でそれはだから、すごいポイントだと思うんですよね。その後来た人はその後1週間後に発祥とセミナーやったんですよ、私。でこれ有料セミナーで1万円だから100ドル、でもね、全員が来たんですよ。すごい。でその人たちは今でもちゃんとこう残ってますから。だからね、このやっぱりね、そのいわゆる教えで導かれて興味持った人っていうのはやっぱり飽きるわけで、ところがね、その心に信仰の灯しみが通った人っていうのは落ちないんですよね。だからよく言うじゃないですか、そのなんていうか、一人一人の信仰のろうそくにキャンドルにこう光を灯すっていう、でこれっていうのはやっぱりね、その信仰者としての、まあ、伝道する人がですよ、その自分の心の中にキャンドルを灯ってるとダメなんですよ。そうそう、自分が、だから自分が信ずるっていうところがないと、だからまず自分を伝道する必要があるわけですよ。でこの自分を伝道するところがしっかり腑に落ちるとできるんですよね。でこれは本当になんてトロントで本当に学ばせていただいたことですよ。いや、今学ばせていただきましたでそれで、まあ、もう一つはね、でもう一つ一つ自信がなかったのは、自信がなかった、一つ自信が、僕は不安だったところはですね、何が不安だったかというと、つまりその少子保護が適切だったでしょ、日本語で。だからこの教えっていうのは日本語で、でその少子保護を読んだから、これ奇跡が起こったかもしれないじゃないですか。なのでこれは非常に不安だったなと思ったらば、まあ、それをまあ主が察してくださって、それでこの直接の英語を、そう、新しくね、先生が、はあ、ということなんですね。だから本当にこれでもう最強になったなと思いました。いや、ちょっとビビッときたわだからやっぱりその
あの正真方法というのは本当に奇跡の経文じゃないですか。でこれのありがたみっていうのがね、やっぱり分からないんだろうと思うんですよ。でもその、その拒食症の、まあ、摂食障害になられた方のその体験によって、本当にこの経典というのはこれを読むと本当に、まあ、主と一体となる、仏とつながる、でそこから無限の光が望むっていうことがもう本当になんていうかこう実感を持ってね、私も感じたんですね。でそれで、まあ、以来 そういう形でもって、まあ、セミナーの態度が変わったんですよ。でこれ僕ね、国内でも やったんですね。で国内でも、まあ、もう2回ぐらいやってましたけど、だから直球で投げるわけですよ。だから今までそのこの世的な説明で先生してたけど、今言ったのと同じような感じで、とにかくこの方はとにかくね、三世を見通す力を得られた悟りを開かれたブッダなんですと。で しかもこの人は多くの人を全世界160カ国に信じ上げるような人々を救うために現れた救世主なんですと。だから信じましょうと、こういうふうにこう直球で投げてね、結構いけますね。日本人でもちゃんと日本人もいける、うん、だからそれで、まあ、教えの内容は解きますよ。でもこの主を信ずるってことがあるからこそ信仰免疫って成り立つということで、だからこの信仰免疫っていうのはね、あの単にその感染を防御するんじゃなくて発病を抑制するんだ、うん、だから感染してもね、あの発病しない、はい、この信仰免疫があることによって、まあ、そこら中にコロナウイルスありますからね。そうそうそう、はい、だからあっても感染しても、まあ、感染しないこともあるかもしれないけど、感染したとしても絶対発病しない、これが信仰免疫なんですと。こういうふうにやって、とにかく信じましょうっていうふうにやると、それでやっぱりちゃんと入会する人がいるんですね。だからそれで大体5割ぐらいいくんですよ、日本でも。ということでやっぱり信仰の力っていうのはすごいなと思いました。この話だけでもあと1時間以上聞いていたいんですけども逆にこういったお話を聞くためにはどうしたらいいんでしょうかね、今井さんから支部に呼んでくださいってことですか。ここにまで電話くださいいやだって3期した日に本当にあの正真法は支部長に言われたのは、1万倍 の般若心経の1万倍の光が出てますよっていうところを全員が言われるんだけど、やっぱりあのいろんな人と話してみても、そのじゃあ1万倍のその光をねどう感じるのか感じないのかみたいなところだけに行っちゃうと思うんですよね。でも先生が1万倍って言ったら1万倍なわけじゃないですか。でも今その答えはあの今井さんが言ってくれてるのかなっていうふうに思ったし、やっぱりまずきちっと信じ、そして真心を込めてそのまず経文を読ませていただくんだと、そういうお祈りがたくさんある中で、やっぱりそういう思いでまず僕たち信仰者が丁寧に読んでいかなきゃいけないのかなっていうのをちょっともう一回教えていただいて、原点に帰る、初心に帰る、やっぱりね、信ずるっていうことができるっていうことなんですね。で信ずることができるっていうのは人間と動物を分けるわけじゃないですか。なのでそのどっちもやっぱり仏性はあるんだけども、仏性 を持つ存在ではあの動物があったとしてもね、信ずるってことができるのは人間だけですよ。でこれがその自然治癒力を、まあ、やっぱり人間の自然治癒力って一番強い理由ですよね、信ずることができるから。だからあの恐怖心とかそういうのを持つとですね、やっぱその自然治癒力が落ちるんですよね、うん、だけどもう一回その恐怖心を克服するっていうのはやっぱり信ずる力なので、このそれに対するこの、まあ、あんななんか真っ赤に、ね、染色したあの画像をさ、あのこのちっぽけなウイルスのね、もう全然目にも見えないやつをあんなにでっかく拡大してあの驚々しく見せると、ああなんかこれに侵されるのかみたいな、そういうなんかこう非常にあの恐ろしいねあのイメージがあるけど、いやそんな何言ってんですか、こんなのねもうゴミみたいなもんですから、うん、そんな主の力に、神の力に比べたらこんな何でもありませんよと、恐れには足らずと、こういうふうに言い切れるかどうかってことね、うん、これがやっぱり大事なんじゃないですかね。ということで始まりは国際伝道の話から、まあ、最終的にはこの恐怖心、信じる心によって恐怖心を乗り越えて、もうまさに世界中が今支配されているこのコロナに対する考え方というか打ち勝ち方まで教えていただきました。この本編の方はですね、新設発祥堂からまたお悩みの解決の方ですね、させていただきたいというふうに思います。